はい、今回は手だけ、手だけ。お正月気分もね、もうないかなとも思うんですけど、お正月の残りが、最後の最後の残りがかもしれません。こちらね、ででんでんでん、 PSP ソフト10本詰め合わせ。ただ1000円なんでね、10本1000円だから、まあお宝あるかな。今日はこの開封をやってみたいと思います。まだ見てないんでね、もちろん開けてもないんで、開けるところからいきましょうか。はい、10本僕も楽しんでいきたいと思います。僕は PSP ね、ちょっとやってたんですよね。パワープロ相変わらずパワープロ。あとはあの AKB48 恋愛総選挙っていうのが名作があるんですけど、僕はそれをやるために PSP 買ったと言っても過言ではない。入った。ちょっと中見えるとあれなんで、中見えないように10本なんで並べていきましょうか。まあ何が出ても実際当たりなんだけど、何かといえばどうだろうな、持ってない野球ゲームあるかな。うん、パワープロは全部持ってますね。あとメジャーリーグ系の PSP の野球ゲームが出れば僕にとっては当たりですね。2009年っていうのだけ持ってるんですけど、他持ってないんで。うん、あとね、これはアニメですかね、大正野球娘っていう、野球ゲームなのかすら怪しいけど、大正野球娘っていうゲームが PSP で出てるんで、それも欲しいですね野球かは分かんないけど、とりあえず野球っぽいんで、そこら辺が出たら当たり。メジャーリーグと野球娘が出たら僕の中では大当たりです。はい、それでは行ってみましょうか。チャンネル登録よろしくね。本目、デレレン、デッデッデデン。あー、やっぱいきなりモンハンですね。でもちょっと違う、アイルー村が出ました。1本目並べていきましょうか。これね、マックの福袋に入ってたポテトの加湿器。あとこれ、年末に悔しかったポケモンの年末に悔しかった福袋のポケモンです。これあの、よかったら見てやってください、年末の福袋開封。はい、それでは2本目いきますね。いきます。って野球娘来い、野球娘来い。でん、ガンダム00っていうのかな、00。これゲームじゃないな、なんかビデオって書いてある、 UMD のビデオって書いてあるな。これはゲームじゃなさそうな気が。はい、それでは3本目いきます。でんでんでん。あ、これはいいかもしれない、僕好きなんですよね、ボカロ系。初音ミクプロジェクト DIVA2、 これはむちゃくちゃ僕の中で当たりですね。こんなおっさんが初音ミク出てきて喜んでるのもあれなんですけど、僕は好きなんですよ、あのクリプトンというかね、ボカロ系。初音ミクだけじゃなくて、やっぱりそうですね、裏のパッケージとか見るとリンちゃんとかもいますね。まあゲームやったことなかったんでね、 YouTube とかでは見たことあったけど、これはやってみましょうか、いつか。好きなんですよ、今でもね、ボカロとかはよく聞くんですよ。今最近好きなのはキノピオピーですね別にそこ紹介する必要ないです。それでは4本目、でんでんでん。わっ、あ、これは FF でね、 FF だね、ファイナルファンタジー、読めない、ディサイディア。まあファイナルファンタジーとか出るわな。まあそう考えると初音ミクとかはそこまで出るものなのか、やったらやったでこういうのは面白いんでしょうからね。はい、それでは5本目、でってって、SD ガンダム、 SD ガンダムですかこれ、 G ワールド。個人的には当たりな気がするな。まあファミコンの流れからありますもんね、 SD ガンダム。ファミコンの SD ガンダムその前にやんなきゃいけないファミコンの SD ガンダムその前にやって、そのうちここにたどり着きましょうか。これはこれで嬉しいですね、ファミコンからの流れがある。チャンネル登録よろしくね。6本目なんですけど、デレレン。あー、来た、モンハン3。まあここだよね、やっぱ一番多分 PSP でいっぱい出てるといえばモンハンでしょ。3っていうのはやってないね僕、多分2とか 2G とかでしたっけ、あのあたりをやって挫折を味わってるんで、ドドブランコにやられてもう
挫折は味わってるんで早い。こんな感じですね。モンハン3、次レレレレレン、よっ、あ、来た来たけど来たけど、あ、あ、これこれこれなんだけどね、これ AKB48 48分の1って、これね、アイドルとはグアムに、グアムで恋したらっていう、これいいですね。なぜいいかというと、僕が持ってるのこれじゃないですね、これの次ですね。僕が好きなのは AKB というよりどちらかというと SKE だったんで詳しくない方は同じだろうって感じでしょうけど、 AKB だけなんですね。これはその次のタイトルで AKB と SKE と NMB とかが入ってきたんで、まあそこら辺詳しいのも、詳しく話しすぎるのも悲しくなってくる部分かもしれませんが、いいですね。こじはる若い。次行ってみます。8本目でんでんでん、あー軽音だねこれ。軽音軽音軽音放課後ライブ、音ゲーですかね。音ゲーっぽいな。まあやったことないですけど、売れたのかなってことは。軽音ちょっとアニメはね、実はね、僕はこれもまたキャラに合ってないかもしれないけどね、なんか流行ってたからアニメは僕もね見たは見たよ。1期かな2期かな分かんないですけど、まあ全員知ってるよ。アズニャンでしょ、あこっちか、それをちょっと、あやっぱ全然覚えてない、麦ちゃんだけ覚えてます、はいそれではあと2本なんですけど、あと2本なんですけど、箱がでかいんで大物かもしれません、大当たりかもしれません。では最後2本いってみます。でかい箱1本目、9本目こちら、でんでんでん、んーこれゲームか、また DVD だったら嫌だな。でん、これは何でしょう、乙女ゲーかな。ビタミン X ディレクティブ B6、PSP って書いてあるな、でもゲームだけど乙女ゲーっぽいな、白鸚記ならわかるんだけどちょっと来たなこれは。僕の周りに乙女ゲー好きなやついるか、いたな、あげようかな、流行ったのかなこれね。あんまり乙女ゲー業界をよくわからないんですけど、ビタミン X。 それでは最後の1本こんな感じです。最後の最後箱で、しかもなんかね、箱が綺麗な箱みたいな触り心地するんですよ。最後の1本これ高いかもしれません。それでは最後の1本こちら、乙女ゲーじゃなければいいなでんでん、大正野球娘でもいいぞ。あーなんか乙女ゲーな気配がちょっとしまおうかな、ちょっとなんか乙女ゲーな気配がちょっとするな、なんかほらね、あ違うか、これはゲームか、普通にワンドオブ、ワンドオブフォーチュン、包丁部じゃないの。あでもなんか、あでもなんかやっぱりこれ多分乙女ゲーだなこれね、やっぱり限定版だから乙女ゲー2個来ちゃったけどな、まあいいか。チャンネル登録よろしくね。これが多分大物でしょうね。これハードカバーっていうか、ハードボックスという、これかなり重装版です。はい、この2本が多分当たりなんでしょう、きっと。個人的に大当たりはこれですね、プロジェクトディーバ2。これは本当に金出しても買ってもいいぐらい非常に嬉しいです。セカンドサードとか、いろいろ未来とかいろいろありますよね多分ね、うん、この辺もそのうち集めていくかもしれません。配信できんのかな、なんかね、音の権利がありそうだから怒られるかもしれないですけど、プロジェクトディーバ2、これは当たり僕の中で。あと嬉しいのはやっぱりこれですねこれですね、 AKB の初代だと思います。これ初代の AKB のゲーム、あーこれあれだね、高橋圭司くんの嫁さんがいます。高橋圭司くんの嫁さんがいます。もうみんなママだもんね、だいたいもうみんなママだから。はい、こんな感じで大成功なね、1000円でこれですから大成功だったと思います。またいつかこれは配信したいと思いますよ。それではまた。